こんにちは、ダイワーフィールドテスターの有岡忠介です。今日はですね、高原川に来ました。高原川でちょっと大石ゴロゴロの高原ですが、そこで使う竿はですね、繊細なおとり操作ができる、陰影競技タイプ S ですね。大きく変わったのは素材 ZSVF、 これ入りました。それと、V ジョイント α というちょっと新しい構造になりまして、竿のつながりというのが全体的に良くなるので、おとり操作、打ち込み、取り込み、全て、向上ということで、この、タイプ S 使って今日は実況したいと思います。よろしくお願いします。まず手前のそのヨレあたりで振ればいいけど、どうかな。おとりは流れの強いところを嫌うんで、向こうの流れって弱いんで、向こうに逃げようとするおとりを、穂先のこのタイプ S のしなやかな穂先で手前に引きつけるというか、だから、動きというのは、流れの緩い方におとり動きます。でも穂先がおとりを引きつけてるんで、流れの強い方に引っ張りますね。こういう S アクションですね。こういう動きですね。だから1点でこう大きく動かずに、ある程度の幅を持った状態でふわ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 、でんからやりましょうか。向こうのいれば多分出るかなと思ったんですけど、よっしゃ、すごい待ったよ。うー、よっしゃ、1匹目高原の鮎、幅がもう全然違う、こんなやつ。1匹目、1箇所で1匹、2匹、3匹っていうのはちょっと可能性としては薄いと思うんで、1箇所で1匹釣っていくような感じですね。このくぼみで、お、よっしゃ、もうやっぱりこれ ZSVF ですよ。感度がいいんで、もう待てますね。迫り効果も効いてると思いますね。これノーマルだとあの流れの中さえは上流にスーッと踊りが走るのを、やっぱこの007という若干ちょっとね、魚のサイズにしては大きめの糸と、あとは迫りですね。それでなおかつこの、タイプ S ならではの繊細な穂先で少しふわふわ感を、これが、A や T、 ちょっと頭のね大きい穂先だと強く引きすぎることがあるんで、それを引かないように、次はこの白の切れ目ですね。ちょっとした石の掘り込み、おおおおおおお、よっしゃー、口がかりかな、おお、背がかりや、これもよし、口がかりかですね。普通口がかりの魚っていうのはもっと暴れるんですね、ガツ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 っと。それがですね、やっぱり V ジョイントアルファなんですよ。あの角がないのでゆっくり入るんで、あのかかり鮎が暴れませんね。今度は少し吹け入れた状態で、先ほど狙ったところを、通過させる、狙いのところをスーッと上流に通過させるような感じですね。よっしゃ、これが一気抜き、一気抜き、全然暴れんでしょ、かかり鮎。手前のそこの石裏の夜に入れた瞬間に、入れた瞬間ですよこれ。結局これ穂先がやっぱしなやかなんで、川底への入りというのは早いんですよね。今度はもう少し手前のこれですね、杉の波立ちに入る棚ですね。こういうとこも結構活性のいい魚がいれば早く来るはずなんですけど、どうかな。おおお、これ来そうや。よし、やっぱりね、少し待ちですよ。やっぱり結局竿の感度がいいんで待てるんですよこれ。竿の感度がなければいないともう勝手な判断しますけど、すぐに反応が、軽い反応出たんで待ちましたね。
お、これは大きいんじゃない？お、大きい。大きいやん。これ本来であればもう SH ですよ。釣れるサイズとしては。でもやはりこの V ジョイント α の力というか、すごくこう力がスムーズに入るので、もう最大限にこの竿のパワーを発揮してくれるんですね。だから、タイプ S なんですけど、もうおとりのこう操作ももちろんですけど、かけた時のこう抜けですね、抜け感に関してはもう SH 並みですね。まあ20センチとかもうこれぐらいのサイズあればもうタイプ S で十分対応できるサイズだと思います。さあ今度は SH、ね、もっと大きいやつをごぼう抜きできるぐらいの力あるので、場所つぼつぼ狙いですね。だんだん性ここで使う竿は SH の85、50センチ短いので、とにかくもう快適な操作性、あとはもうピンポイント狙い撃ち、打ち込みですね、全てに対して、精度は上がってるはずです。前作のモデルと、比べまして、今回のやつは少ししなやかにしてます。というのも50センチ短いので、やはり不意な角度での乗されやすさ、それを軽減するために曲がりを入れた状態で、曲げやすい竿に仕上がってます。ツボなんでもう少しこれ、よし OK、 下に落ちないように、この時にやっぱり V ジョイントアルファ力が出るはずです。 OK、 重たい、重たいけどすごい、こんなんですよ、この色。もうすごい軽いんで竿が、どういう状況でもこれ対応できると思います、ね、うわー、糸に当たった、反応すごいあるけどな。よしよし、あとですね、ちっちゃな渦の中で出したね。これ90だとやっぱり釣りにくいですよね。よし、ちょっと反応がなかったけど、ここが一番気になるんで、やっぱり一番水の当たるところですね。これ少し張り気味で狙ったポイントから逃げないように。よし、ほらよし、やっぱり早いですね、ツボツボは。とにかくテンポよく、テンポよく。ただ、肝心なのは、速い動きの中でも少しいいとこになれば若干マチを入れるというか、これ来そうな雰囲気が、反応あり、反応ありやけど、うわー、かからない。先ほど、さっきのやつはよし、こっちの流れにくっつけたんですよ。こういう小さな細かい操作もやっぱり8号ならではというか。うー、きれい、ほら、こんな巻き機いきますよ。ツボツボというのはちょっと広いポイントなんですけど、ふわーっという感じ。よっしゃー、乗ってきた。うー、でかい、これはいい、両系や、よーい、両系すごいね。ピンポイント狙い撃ちは85。よし、かかれ、反応あるけどどうかな。おおおおお、ほらー、よーし、狙い撃ち、ほらー、よし、今度はですね SH90 ですね。それで穂先をなんとパワータイプのですね、パワー系
SMD チューブラーをつけまして、このちょっときつい流れですね、このきつい流れの中でも、やっぱりカイプS独特の S アクション、それを起こしながら両径大きい圧をごぼう抜きしてみたいと思います。よっしゃ、さあまずはこの手前のちょっと頼れる中ですね。 SMT チューブラーはこれつけることによって、SMT 若干重さがあるので、竿の調子としては、カーボンチューブラーは先よりも、少し胴に早く入るような設定となります。だから、ちょっとための効きやすいというか、いち早く胴に、ああいうのかかり合いですか、重さを乗せることができるので、早いため性能というかため具合で、ああいうの走りを止めることがいいです。よっしゃー、ちょっと差を取れたな。いやこーよいしょ、やっぱり曲がりが早いですね。若干 SMT チューブなんで曲がりが若干早いですね。まだ来るでしょう、この波の中の音に変わったんで、多分反応いいと思いますよ、今度は。よし、よっしゃ、これも重たいな魚。よっしゃ、SMT。よし。よっしゃ、やっぱり立てたらすぐ来た。よし、S アクションですよ。よし、オッケー、はい、やっぱり、全モデルと比べて全然違いますね、シャープさ。これは素材がやっぱりね、 ZSVF になってるんで飛びが速いですね。よっしゃ、やっぱりおった。よっしゃ、 V ジョイントアルファ、よいし、お、いそうや。よっしゃ、やった、通し直して、ゲイ、よし、よっしゃ、来た、お、おっきいやん、ほら、うぃ、ほら、でかーメガトロク級の魚でしょう、これ。今回使用したのはタイプ S90SH90 それと SH の85、 それで今回の竿というのは本当にすごい技術が入っています。まずもう大きくこれ見て分かるのはエアグロスフィニッシュ、それと ZSVF、 そして、つながり、竿の全体的なつながりを良くするのに、V ジョイントアルファという、優れた技術が入っています。これによりですね、従来のタイプ S よりもなおかつ S アクションというのが優しくソフトにスムーズな状態で行えるので、どの方が使用しても、簡単に、流れの中でおとりの優しさを使ったこの触れですね、優しい S アクションが発揮できると思います。今日の釣果見てみましょうか。だいたい実調時間4時間ぐらいですね。説明を兼ね備えながら、ちょっとこれこういう魚なんですね。今回こういう重たい魚、元気な魚をぜひともこの S のしなやかなアクションで釣果倍増ということでやってもらいたいと思います。有岡忠介でした。お疲れ様でした。